はい、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿大久保の兄貴、金田ロッキーです。さて、本日から手相占いまめにね、更新して動画上げていこうと思うんですけれども、さあ、第1回目 KY 線、この紫で書いてある生命線と青で書いてある頭脳線、普通の人くっついてるんですけれども、ここが離れている方、はい、それが KY 線に当たります。分離生命線、分離、頭脳線っていうんですけれどもね、ここがもうこの、はい、つなぎ目が離れているという方なんですけれども、まあ悪く言えば KY、 よく言えば天然マイペース。出てる人どういう感じかっていうと、一つ長けてる部分がすごいものがあるねんけれども、衰えてる部分がもうその差が激しいみたいな方ね、タレントさん、俳優さんとかに多いんですよ。で、容姿端麗な方が多くて、まあ、うちの店もね、綺麗なお姉さん、シュッとしたお姉さん入ってきて、タレントさんって聞いた、はいって言うんですけれども、まあオーラ違うんで、僕も見て分かりますし、あ、大体この KY 線出てんねんなと思ったら、大体両手がそれになってます。まあ、両手より片手の方が KY 度が、まあ、小さいってことなんですけれども、まあ、両手で出たらね、このタイプで、だからもうパフォーマンス力はすごいんですけれども、ちょっと私生活ひっちゃかめっちゃかとかね、自己プロデュース力、自己マネジメント力に欠けます。だからパフォーマンス力、カメラの前出た時のパフォーマンス力、舞台立った時のパフォーマンス力、普通のお仕事してる方でしたら仕事はすごいものできるんですけれども、なんというかね、ちょっとやっぱり他が衰えてるというか、まあ天然な部分あるというか、そこを目つぶってあげて、でね、周りの方はどう接していけばいいかと言ったら、いいプロデューサー、いいマネージャーになってあげてください。ある部分はちょっと目つぶってあげてください。もうてめえなんでそんなことわかんねえんだよ、いう部分を周りの方がね、サポートしてあげたらいいんで。だから、いい名参謀、いい先輩、普通の職場だったらいい名参謀、いい先輩、いい上司に生まれたらいいんですよ。だから、売れる芸能人の方ってやっぱりそこでね、やっぱりもういいもの持ってて、まあこの子いいもん持ってて可愛いねんけどな、もうちょっとそこの衰えてる KY の悪い部分が悪影響を及ぼしてるなっていうので、やっぱ売れへん子って結構いるんで、だからいい人に出会うか出会うか、いいプロデューサー、いいマネージャーに出会うか出会わへんかで、そのね、タイプの方ってやっぱり人生決まっちゃうんで、それが運なんでしょうけれどもね、まあその運の部分はまた別のところで見るんですけれども、はい。で、本人もこの KY 線出てる方も、まあ自分じゃあんまり気づいてない方多いんで、まあちょっと周りがそういう反応するなっていう方は、ああ私 KY なんやなって自分でちょっと自分を言い聞かせて、まあうまくいかない時にあたふたしないように気をつけてくださいね。だからそれをサポートしてくれる人がいないとダメなんですけど、ある意味朝起きなさい、歯磨きなさい、はい、服着替えて、ご飯食べて、忘れもんない、はい、行くよって言ってくれるマネージャーさんがいてくれて、現場ではああしましょう、こうしましょうって言ってくれるプロデューサーさんがいてくれるのがベストなんです。売れっ子芸能人になったらね、そういうマネージャーさんや、マネージャーさん、いいプロデューサーさん、いいスタッフついてくれるんでしょうけれども、そうじゃない方は、まあ自分でもちょっとプロデュース力にかければ、まあそこは人に頼ったらいいですし、スポーツ選手で言ったら、すごいもの持ってるんですけれども、スランプ陥った時どうしていいかわからないんですよ。わかる人って動画見て、あ、ここが悪いから俺こうなってんねんな、ここを直すためには、こういう風な練習したらええねんなっていうのが結構わかったりするんですけども、この KY 線の方、スランプを陥った時どうしていいかわからなくなっちゃうんで、いいコーチ、いいマネージャーがいてくれたら助かるでしょう。で、自分でもちょっと暴走しないように気をつけてください。やっぱあたふたあたふたしちゃうし、例えば鍵なくしたぐらいで、結構パニックっちゃうんで、まあ冷静になってください。はい。冷静に、例えばね、俺なんか空手やってるので、もうほんまもう限界、試合って限界になって、そこで相手の、こう、攻撃をさばいて自分勝たないといけないんで、そういうちょっと極限状態でやってると、ある意味冷静になれるんですよね。だから冷静になるための、その、
努力をしてれば大丈夫なわけで、例えば KY 線出ててもそうやって極限のスポーツの中でパニック状態でパニックならへんようにこうきちっと戦って対処できるようになってる人は、名人の域までなってるような人は KY 克服できます。あとね、ほんでね、やっぱり自分の親になるでしょ。子供ってわがままばっかり言うでしょ。2人子供作ったら1人目と2人目ってやっぱり性格違いますので、子供のわがまま見て、あ、私こうなんやってやっと気づく方も結構おられますので、うん、結婚して子供作ったらね、自分の KY の部分気づくみたいな部分もあるんですけれども、はい、ちょっとパニクらないように、だから大げさな話ね、これね、もう本当に例えば日本気に入らない、アメリカ行く、アメリカ気に入らない、韓国行く、韓国気に入らない、アメリカ帰ってくる、なんかもううまいこといかへんようになった、そういうの結構、これ大げさな話なんですけど、実際そういう人もいたんですけれどもね、そういうことが平気で できちゃったりするんで、なんか例えばやっぱりね、一つ場所を落ち着けて頑張ってこういろいろ気づいていかないといけない部分あると思いますので、はい、だからとにかく落ち着くための、落ち着けるようになるために努力する。ほんでちょっとしんどい時はもうほんと肩のに一回下ろして、メンタルクリニック行くのもいいです。これやむタイプ の一つでもあるんですよ、はい、だからそういう部分気をつける、はい、周りの方もちょっと気をつけてあげる、自分も気をつける、いろいろ大変なんですけども、やっぱりすごいものは持ってるんで、なるべくその組織にこう所属して、その中でいいプロデューサー、いいマネージャータイプの人に出会う、自分で自己プロデュースしてやっていくよりもやっぱり組織とこう関わった方がいいかなと思います。はい、自分の手相どんな感じなのか確かめてみてください。 KY 入れてる人、はい、自分でも僕が言ったことを気をつけてください。周りの人、はい、自分の彼氏彼女兄弟親出てる人は、そこを気をつけてあげてください。はい、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。